皆さんこんばんは。今回は寝台特急サンライズエクスプレスに乗りたいと思います。サンライズはいろんなグレードの席がありますが、今回は一番豪華なシングルデラックスを予約できました。毎日東京駅を10時ちょうどに発車します。列車は9時半過ぎに入線してきます。このように寝台列車には寝るところがついています。2階建て構造で、このように1階なんかはすごく深い位置に作られています。サンライズは瀬戸号と出雲号が連結して走り、岡山で切り離されます。今回乗るのはサンライズ出雲号、終点の出雲市まで行きます。1998年にデビューしましたが、その年月を感じさせないような綺麗さです。今回泊まる部屋です。さあ中を覗いてみましょう。まもなく出発の時間です。こちらが用意されているアメニティです。これからお風呂に行きたいと思います。シングルデラックスの特典でシャワーカードが無料でついてきます。変な歩き方してますが、これは非常に揺れるからです。さて、寝たと思いきやすぐに起きてしまいました。夜明け前に大阪駅を通過します。まだ駅も街も眠ったままです。夜が明けてきて神戸、そして間もなく明石付近です。こちらは明石海峡大橋、本州と淡路島を結んでいます。こちらは後で知ったんですが、世界で最も長い吊り橋のようです。岡山に到着しました。サンライズ瀬戸と出雲をここで切り離します。
切り離すシーンは人だかりができます。サンライズ瀬戸が先に発車します。こちらは四国高松に向かいます。サンライズ出雲はここから残り3時間半をかけて終点の出雲市を目指します。普通なら長いと感じる時間もサンライズは全く感じさせません。終点の出雲市駅です。12時間あっという間でした。サンライズ出雲の旅はここでおしまい。いかがでしたでしょうか。乗ってる時間をこんなに楽しめる列車もなかなかありません。毎日運行してますんで、ぜひ皆さんも乗ってみてはいかがでしょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。